こんにちは、佐藤ひろこです。今日ご紹介するのはこちら、チャッチャラー、いちごの里からあいつが届いた、チャッチャチャッチャチャ、いちご。1月15日はいちごの日ということで、こんな素敵なイチゴがたっぷり届いたんですよ。本当に立派なイチゴが届いた。スカイベリーと、こっちがとちあいかですね。新しい品種ですよ。ということで早速食べてみたいと思います。いい香り。いちごのこの甘酸っぱさと切ない恋心のような香りがいいですね。それじゃあ早速いただいてみましょう。スカイベリーから。大粒ですね。それでは早速いただきます。やっぱりこのみずみずしさがたまんないね。高級感のある、この酸、高級感のあるこのまろやかな感じ、そしてジューシーなのがやっぱスカイベリーの特徴でしょうかね。そして次にとちあいか。とちあいかは最近ね流行っておりますけど、綺麗ですね。はい、スカイベリーが一番大きい大粒だとしたらば、とちおとめがちょっと中一番ちっちゃい。これでこのとちあいかっていうのは大きさで言えば真ん中ぐらいかな。特徴は これハートになってるっていうね。おいしい。酸味と甘みのバランスもちょうどいいんだけど、やっぱりとちあいかといえばこのシャキシャキと歯ごたえがあるので、噛んで楽しい、飲み込んでもちろん楽しい。お友達とか大切な誰かに郵送したいなーっていう時はとちあいかはすごいおすすめです。身がプリッとしてる感じがね、元気な感じがいいですよね。いやー、もう本当にいちごが美味しくて美味しくて、もう幸せすぎるんです。はい、ということで到着しました。いちごの里、今日はいちご狩り行ってきます。レッツゴー。
りするけど、はい、ちょっとこれ食べときません？このとちひめっていうのが身が柔らかくて、はい、流通しないんですよ、なかなか地元でしかちょっと食べられないやつなんでちょっと今からいちご狩りするって分かってるんだけどちょっと一個いっときません？いきます。ちょっと選んでください。どれにします？これこれ、はい、これとじゃあひろこはこれ、はい、これ買う。絶対早速行きますよ。よっしゃうわぁ、おいしそう。大きい、かわいいの見つけた。大きいの、いただきます。うわぁ、おいしそう。ジューシー、おいしい。いちご、いちご、いただきます。いただきます。うん、うまい、最高。白いのに甘いの不思議。いちご、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 いちご。どうしようもない。ということで帰ってきました。さあ今日はいかがだったでしょうか。栃木の美味しいいちご、今が旬だよ。みんなもぜひ栃木の美味しいいちごに会いに遊びに来てね。